6名の皆さん、ありがとうございました。6名の事業アイデアに興味を持たれた企業、組織、投資家の皆さん、ご質問のおありの方はこの動画の概要欄に問い合わせ先を載せています。メッセージをお待ちしています。さて、この後は当社アドバイザリーボードの太田博子さん、三立隆さんにニューノーマル、イノベーションを育む中間管理職というテーマでパネルディスカッションをしていただきます。モデレーターは村井明子社外取締役です。後半質疑の時間をご用意しております。 YouTube の画面右側のチャットから質問を受け付けております。橋田さん、ありがとうございます。ご紹介いただきました。本日モデレーターを務めさせていただきます京都大学経営管理大学院村井明子と申します。フェニックスではこの 6月から社外取締役を仰せつかっております。よろしくお願いいたします。本日はイノベーションを育む中間管理職というテーマで政策研究大学院大学特別教授太田博子さんとボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー三立隆さんにおいでいただき、25分という短い時間ですがお話しいただきます。太田さん、三立さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまずはじめに私の方からこのイノベーションを育む中間管理職というテーマについて簡単にご説明させていただきます。昨年末にフェニックス1期生フェローがインキュベーションプログラムを終了した後、フェロー参加企業双方に評価アンケートにお答えいただきました。その結果でフェローがフェニックスプログラムに参加したことでポジティブな変化が起こったというふうに評価していただいた一方、フェローが会社に戻った後のサポート体制についてフェローの期待値と現実との間にギャップがあることも明らかになりました。それを受けて6月4日フェニックスアドバイザリーボードの皆様にオンラインでお集まりいただき、イノベーションを阻む組織の壁というテーマで議論アドバイスをいただきました。そこで何点か浮き彫りになってきたことの一つが中間管理職の果たす役割ということでした。そこで今日はその議論にもご参加くださっていた太田さんと三立さんにお時間をいただき、イノベーションを育む中間管理職というテーマでさらに議論をお願いいたします。それでは、そもそも企業でもっとイノベーションが起こっていいはずなのにという点ですけれども、三立さん、お願いいたします。はい、ご紹介いただきました三立です。大きいテーマですよね。それだけで2時間でも3時間でも議論できる、はい、けど、フェニックスと関連するようなところで私なりに、コンサルタントをやりながら今京大の大学院でも教えさせていただいて、理論と現実両方見ているとちょっといくつかのやっぱり基本パターンはあるかなと思ってます。やっぱりイノベーションって3ステップぐらいあるとよく言われるんですよね。アイデアを出すアイディエーションがあって、それはやっぱりトライアンドエラーとかも踏まえながらこう、 うまく孵化させていくインキュベーションっていう時期があって、で次にそれをそこで終わらせるとアイデアが、若干小さいビジネスになって終わるだけなので、スケールを取っていくっていうスケーリングっていうプロセスがあって、その3つそれぞれにあるんで、ちょっとだけ簡単に私が感じていることをお話しさせていただくと、やっぱり1つ目のアイディエーションのところはですね、やっぱり多くの、昭和な工業化の時代に大成功した日本の企業、ちょっと特定しますけど、の場合はやっぱりNot invented here って言いますけれども、自前主義で異業種だとか異分領域の技術者だとか、あるいは違ったベンチャーのような全く違った人たちとこれ触れ合ってアイディエーションするってことがないんですね。やっぱり自分のところの持ってるものをもう少し良くするってことについてはすごく長けておられるんだけれども、それをなんかこうぶつけ合ってスパーリングして面白いものに
よく私カクテルの例出すんですけども、カクテルって本当はどうしてこのウォッカとバムースを混ぜるとこんな美味しいウォッカマティーになるんだろう、それに最後こうレモン絞るみたいな、全くいい異なったものがぶつかるって、このプロセスをどう増やしていくかっていうのがすごく大事で、でその次のインキュベーションのところはやっぱりですね、拝見したものは今日の本題にも近づくんですけれども、やっぱりある意味守り育てるプロデューサーみたいな人がいるんですよ、うん、映画の世界の話をよくするんですけど、こう妄想するような監督だとか脚本家がいて、でそれで素晴らしい配役の役者がいても、それをトータルでまとめ上げるプロデューサーって人がいると、うん、でこのプロデューサーっていう人はやっぱりお金の心配もしながら育て上げるイメージを出し、この妄想する人を自由にさせた方がいいのか、少しだけ違った人と組み合わせればいいのかとか、そういう配役の妙をやる。でこれを本来は企業の中で、まあ、中間管理職と呼ばれる人がやらなきゃいけないんですが、逆に今彼ら彼女らもかわいそうで、ある時間割の中で毎年の計画の中で新製品の比率はこれぐらいだから6ヶ月の間に何か出しなさいとか言われちゃうと、ユニークなものがあればあるほどプロデューサーなんかやってられないんで、確実なものをとりあえず出すと、まあ、こういう時間割と、なんですかね、彼ら自身が評価されるパフォーマンスプレッシャーの中でどうしても進まないっていうのは、で最後のスケールのところはこれもリスクテイクのカルチャーだと思います。でこれはまあ手法も含めて、フェニックスのところ、あるいはベンチャーキャピタルのところ、いろんな方々がそのリスクの程度を下げるための手段を提供してるんですが、これをうまく使うってことができれば、いろんな昭和型、工業型、あるいは今よく言われるサービスと組み合わせたような新しいこの21世紀に合わせたアルゴリズム、データ、サービスが本当に今までの工業製品作りと組み合わせたようなものは、そこのところでリスクをどううまく取っていくか、まあ、この3種類ぐらいの中でそれぞれ課題があるんで、それをうまくやっていく会社が出てくるといいなって、そんなふうに思う次第ですね。ありがとうございます。太田さん、いかがでしょうか。三立さんが今イノベーションの3つのステップを大変うまくお話しくださって、マティーニが飲みたくなりましたけれどもステップに加えてイノベーションの性格も変わってきてるんだと思うんですね。フェニクシーのフェローの皆さんが取り組んでおられるような新しい発想で社会課題に取り組むというようなイノベーションもあれば、デジタル化のいわゆる破壊的イノベーションですね、従来の延長線上ではない破壊的イノベーションの重要性も高まってきてます。つまり不連続な発想が必要になってきてるわけですね。ところがその日本企業の意思決定は重層的ですから、従来の延長線上にない発想っていうのはこう重層的な 何段階もたどってる間にどうしても途中で却下される可能性が高くなってきます。で加えてその社会的課題の場合は需要予測が難しいし、破壊的イノベーションの場合はその失敗の連続になるかもしれないと、まあ、いずれにしてもその不確実性が高いわけですね。そうするとそのトップはリスクを取れるんですけれども、その中間の人はどうしてもリスクを避けようとをすると、まあ、せざるを得ないと、特に中間管理職は自分のこう先の出世の可能性もだんだん切実になってきてますから、リスクを避けようとすると、ですからこう今のイノベーションを考えると、場合によってはトップにこう直接行くルートも作っておくといったようなこともいるんじゃないかなと思いますね。三田さん、いかがですか今の今小田さんがおっしゃったのはその通りで、まあ結構結論めいた話になってきますけど、はい、やっぱり企業の中でリスクを取りやすい立場の人とそうじゃない人がいるとすると、やっぱり取りやすい立場の人のところにどうイノベーションの卵を引き付けていくか、まあ、これを社長直轄のインキュベーションにしてみたり、コーポレートベンチャーキャピタルにしてみたり、いろんなやり方はあると思うんですけども、器分けないとダメだと思うんですね。でも一方やっぱりバブルが弾けた90年代から少し明らかになって、リーマンショックの後もっと明らかになったのは、成績のいい会社は非常に贅肉を落としてタイトにマネジメントしてると、でこういう考え方が出たわけです。でこれ一面いいんですけど、削りすぎると先ほどの失敗をしてみるとか、いい意味での無駄がどんどん削られてきていて、
ある意味我々日本人の差がかもしれませんけども、真面目に無駄を省き出すととことんやるんですね、うんうん、そうするとそんな簡単に計画通りイノベーションが出るってはずがないときに必ず無駄がなくなっちゃうので、やっぱり今おっしゃったリスクを取りやすくする箱、絶対誰と誰がサポートするのか、それからやっぱり無駄をどう、インスティチューショナライズっていう言い方をよく計画の世界でしますけれども、組織として制度化した無駄の持ち方、これをある程度考えないと、他さんたちでいろいろ試してみるってことできないわけですから、うん、このあたりがうまくできるといいなと思うんですけどね、うん、収益力を高めるにはやっぱり絶えざる構造改革っていうのは、うん、必要ですが、今三立さん言われたように、そのイノベーションの場合、特にその破壊的イノベーションの場合はそう簡単にできるわけではないので、もう無駄を承知でコストもかかるってことを覚悟しなきゃいけないわけですよね、うん、そうするとその一方ではそぎ落とせと、贅肉をそぎ落とせと言いながら、うん、一方では無駄をやれと、どんどんやってみろっていうことなので、やっぱり2つの評価軸を作らなきゃいけないんだと思うんですね。無駄を省くべき部署と、あえて無駄を容認する部署、その異なる評価軸を作って、このどちらもアンフェアだと感じないようにしておく必要があって、そうでないと中間管理職もやってられないですよね。そうですね、本当に自分はそのタイトにきっちりとマネジメントをしろと、変な言い方ですけども、リーダーになるなって言われてる感じがするんですね。ものすごく経営だとかリーダーに向いてる人がマネージャーになれと、マネージャーって大体読めることをきちんとマネージする人なので、うん、そういうことだけを求め続けていて、でも面白いイノベーション出ないじゃないかって言われたら、それは無理ですよね、うんうん、今おっしゃるように人を分ける、箱を分ける、あるいは予算を分ける、どういう形でも分けた上で評価軸を作っていくっていうことをしないと、なかなか面白いのではないし、逆にフェローの皆さんも、ね、特に企業からのフェローの皆さんは戻った時にそれも合わせて、なんか雰囲気を作っていくとか、我々も含めてそこにどうサポートを得ていくかっていうのもお考えになるのがいいんじゃないかなという気がしますけどね。やっぱり政策を通そうとする時もそうなんですけど、その周りを巻き込むっていうことがすごく大事ですよね。そうだと思います。このあいつら分かってないからダメなんだではなくて、周りをこう巻き込んでその気にさせて、例えばあえて途中の段階で分からないふりして相談して、巻き込むとか、いや、あの時はありがとうって大げさに感謝して巻き込むとか、そしてその人を納得させるっていうことが非常に重要ですよね。そうだと思います。やっぱりまさに霞が関で面白い政策通す方なんかもそうですけど、すごい熱量があるか、あるいはチャームか、あるいはもう逆に組織を見切っていて、こことここの人にちゃんとにっこり笑えて、分からないふりをして相談するとか、どういう戦い方をしてもいいんですけど、やっぱりそれは何かを成し遂げるときには絶対必要なことですよね。話を通す順序っていうのもこうね、やっぱり戦略的にありますね、考える必要がありますよね。そういうそのイノベーターの方にはそういう能力も実は必要なんだと思うんですね。そうだと思います。そうだと思います。本当は中間管理職がそういう役割を担ってくれるとありがたいんですけどね。ですからそう言った通りで、はい、起業家の人たちって成功するためにはそういうしたたかさも持った巻き込み力が必ずありますよね。でその背景にはフェネクシーなんかでもいつも言ってるセルフエフィカシーって、自分はこの熱量を持ってやったら必ず達成できるんだっていう確信のようなものを持ってる。でも裏返すと、今度企業のトップはそれを邪魔しない中間管理職だとか、そこをある意味はサポートしてくれるような中間管理職のあり方を作っていくと。だからご本人が起業家的巻き込み力を持つっていうのと、組織としてそこの邪魔を少ししないようにやる、ここら辺もひょっとしたら社会として結構真面目に議論して取り入れていったらいい話じゃないでしょうか。そうですね。ちょっと失礼します。先日のアドバイザリーボードミーティングの議論では年度層という言葉も出たのを記憶しておりますけれども、そのあたりいかがでしょうか。要はそのバブルの頃入社して、はいはい、こう何か大きく変えたりするということに非常に抵抗があって、はい、前例にこだわるとか、そういうのをこう称して年度層っていう言葉が
出てきましたよね、あの時は。はい、はい、やっぱり今ね、その中間管理職のに求められる役割も変わってきたんだと思うんですね。はい、前はその、何か事業を成功に導くということが、まあ、もっぱら求められてたんですけれども、今こういうその破壊的イノベーションのようなこう不連続なものが求められる時代になると、うん、成功に導くだけではなくて失敗の質を評価するということがとても大事ですよね。うん、つまり失敗を恐れるなって言っても、ただ失敗すればいいってわけではないですよね。うん、その単に爪が甘くて失敗したのか、先につながる失敗なのかっていう、この見極めをするのが中間管理職の非常に重要な役割になってきていると。ただこれがこれを避けているともう粘土層と言われてしまうんだと思うんですね。やっぱりそういう意味では先ほどもちらっと申し上げましたけど、中間管理職の皆さん、彼ら彼女らにも私はやっぱりリーダーとしてどう育っていくかっていう、まあ、そういう行動を心がけていただくのがいいかなと。さっきのマネージャーっていうのはある程度読めたことをやるわけですけど、特に先ほど来おさんがおっしゃってるような破壊的なイノベーションなんて読めるわけがないですし、やっぱり十中八九は1回か2回は失敗したものしか出てこないわけなので、それを読めないものの中から匂いを嗅ぐとか、その中でここは今までのプロセスと違うやり方でこういうふうにコントロールしたらリスクヘッジできるんじゃないかとか、今までにないものをリーダーとしてどこに自分の時間を使うかっていう、そういう形のメンタリティを持っていただくと面白いなと思いますけどね。前のアドバイザリーボードの会議の時に、三菱ケミカルホールディングスの越智さんでしたか、その新しいことをやろうとする部署のトップは外から持ってきているっていう、うん、はい、お話をされたんですけどね、この人材の質の多様化っていうのは不可欠ですよね。つまりクリエイティブな人っていうのがそうそういるわけではないですから、そういう人材が生きる環境っていうのは多様性しかないと思うんです。いろんな人を組み合わせるしかないんだと思うんですね。その違う発想とぶつかって初めて新しい発想が生まれますから、やっぱり組織としてその多様性を作っていくんだっていう、うん、このなんて言うんでしょうね、強い意志がいりますよね。うん、でその時に、まあ、今日も報道されてましたけど、ヤフーっていう会社がギグワーカーという言い方で、うんうんうん、自分の時間の一部をヤフーの事業企画のために使ってくれると、中にはまだ小学生がいるっていう話が出てましたけども、うん、いろんな形で外から全面的にコミットする人を雇ってくるだけではなくて、うん、2割の時間その会社と一緒に考えてくれる人、うん、今度は逆に企業の中の中間管理職がやっぱり兼職、こういう形を使って他にもコミットするっていう時間を作ると、うん、この双方向で少し緩やかな動きの一歩目としてはいいんじゃないでしょうかね。そうですね、今少し変わってきて、その外部人材をこう入れるっていうことと合わせて中の人を外に出してみる。フェニックスシーもそうですけれどもね、今出島を作ってる企業がありますよね、試行錯誤の場で、はい、この出島っていう言葉を使い始めたのはウィールの諫山さんなんですけど、彼が言ってるのは、その日本の大企業の中には活用されないまま埋もれている人がいると。でこの人を一度外に出してみて、その人が直接地の探索をやってみると、つまり外の人と自分の持ってる地をこう組み合わせる、本業からなるべく離れた人とこう自分の持ってるものを組み合わせる体験をさせるっていうことを言っておられるんですね。フェニックシーっていうのはまさにそのための場ですから、こうフェローの皆さんが自分のアイデアを実らせるだけではなくて、そのフェニックシーという場で自分の本業から遠くにある人と出会って、この自分の中で新しい組み合わせを作っていってくれるといいなと思いますね。それいいですね。そういう意味ではフェニックスの中でもやったら面白いかなと思うのは、自分の思考と人間関係の作り方って必ず癖があるんですよ、うん、私自身もすごく癖があって、これはコンサルタントを育てる時に気がついて、うん、でその一部は今も授業でやってるんですけど、例えば、うん、徹底的に直感で答えた方がいい問題を全部論理で一から詰めない気持ち悪い人もいるし、逆に論理で最後詰めないと、さっきの話ですけど、本当は詰めなきゃいけないところを全部抜かしちゃう人もいると。
で、人間関係の作り方もやっぱり情に訴える型であったり、論理で説明すればいいと、やっぱり自分の癖を知るっていうのがやっぱりフェローにも必要だし、それからできれば先ほど企業の中の、今後経営に近づいていくような中間管理職の中のリーダーはやっぱり自分の思考の癖を知って、行動の癖を知って、そうじゃないタイプとどう働くか、それをどう組み合わせるか、やっぱりまずそこから始めると割とプラクティカルだなと思いますね。パワフルなチームができそうですね、いろんな癖を持った方が一緒になると。ちなみにアメリカの海兵隊って面白くて、これは心理学的なパターンで6種類人材類型を決めていて、その6人の異なった組み合わせってのは決まってるそうです。で、戦場で1人が例えば負傷していなくなると残り5人は戦場に出ちゃいけない。要はパターンのうち1つが抜けると必ずパフォーマンスが落ちるので、そのパターンの人が補充されるまで海兵隊は待つんだそうです。で、これをずっとやっていて、太平洋戦争以来統計的に優位な一番生き残る確率が高いチームっていうのを持ってるそうなんで、やっぱり多様性ってのはそこまでシビアに見てる組織が海外にはある。なるほど。その組み合わせっていうのはすごく大事で、イノベーションもこれたとえ失敗の連続だとしても別の部署だと違う組み合わせの中で生きるかもしれないわけですよね。その日本企業は自社内で事業化されなかった技術やアイデアがそのまま消滅してしまうっていう調査結果があるんですね。で、アイリス大山の月曜日のプレゼン会議っていうのは有名で、毎週月曜日にその常にあそこ新しい商品だし製品を出してますけれども、月曜日に全部署の責任者が集まってずっと朝から夕方までプレゼン大会をやると。そうするとそのたとえそこで却下されたとしても、それを聞いてる別の部署の人にも情報が共有されてますから、それならうちでそれを別に組み合わせることできるかもしれないっていうことで、そのイノベーションが別のところで生きるっていうケースがあるらしいんですね。そうですね、やっぱりこの時代は人材を外から持ってくる、あるいは社外に出してみるのと合わせて、社内にも仕掛けをね、作れるといいですよね。ね、でそういう時にこのフェローの人たちが一つの核になって、いろんな人の中でこう刺激して歩くっていうパターンになると、さっき の、ね、役立ち方にもなりますよね。そうですね、フェローに出た方自体がもともと多様な異質なところを持ってた方かもしれませんが、さらに異質な人と出会ってまさに多様な人材の一人になるわけですよね。その時やっぱり一見普通に見えても違う人ってのはいっぱいいるんですね。そこまで分かるようにするっていうのは大事で、この今たまたま後ろで映ってるのはこれスイスで撮ってきたんですけど、ダボス会議で有名なワールドエコノミックフォーラムの本部に行く途中に撮ったんですね。これ湖に見えるんですけど雲海なんですよ。遠くから見て、こんなとこに湖あるんだと思ったら、これ白いのは実は全部雲だったんです。これ3000メーター以上、3000メーター近くあるところなんですね。だからやっぱりこの写真自分で使ってる理由は、本当に面白い人ってよく見てみないと分かんなくて、また湖があるやじゃなくて、これはここなんだっていうところまで分かるためには、さっきのプレゼン大会じゃないですけど、本当にいろんな議論を、マッシュアップしていかないと見えないんですよね。そうですね、お話が本当に尽きないんですが、そろそろ時間が押してまいりまして、今のプレゼン大会も企業連合でやっていただけるといいですね。そろそろ議論をおしまいに、ご参加の皆様からも質問をお受けするので、ここで太田さんに、最後のまとめに変えてコメントをいただけますでしょうか。それから皆さんの質問をお受けしたいと思います。今コロナで働き方も大きく変わってますし、デジタルトランスフォーメーションももう加速せざるを得なくなってますから、今いろんな意味で変わるものすごいチャンスですよね。だから企業としては人事制度、人事評価をやはりここで大きく見直すっていうことが必要ですし、働く側もその年功序列の中にこれまではいた人であっても、自分の労働力が外で評価されるのかどうかっていうね、そういう目で自分を見て、企業とのギブアンドテイクをもう一度考えてみるっていう
ことが必要かなと思うんですね。やっぱりあうんの呼吸で分かってるところから、やっぱりあえて自分を出してみないと、新しい発想って出てこないような気がしますね。ありがとうございます。それでは一旦ここで議論を打ち切って、参加者の皆様からかなりたくさんのご質問をいただいているので、2、3お受けしたいと思います。それではまず1つ目、イノベーションを育む理想の中間管理職になるための必須のスキルってあるんでしょうか。三立さん、お願いできますでしょうか。さっき申し上げてましたように、自分の癖知った上で違うタイプの人と付き合う機会をどれだけ増やせるからですよね。今ワンジャパンとか言って、はい、いろんな企業の人がつながったりとかしてる運動をやってる人がいますけども、やっぱり他流試合大事で、私は自分がすごくクリエイティブだとは思わないんですが、やっぱり刺激して、していただいてるのは純粋科学をやってるサイエンティストの方だったり、 あるいはもう霞が関で徹底的に政策と法律を見てらっしゃる方だったり、やっぱり違う人と付き合うっていう機会を作ること自体が、その中間管理職、さっきのマネージャーじゃない中間管理職になっていくために必須だと思うので、時間厳しいと思うんですけど、せっかくリモートワークも増えてるので、いろんなつながりを違う場で作るっていうのは今おやりになったらいいんじゃないかなという気がしますね。ありがとうございます。ではもう一つ、最後の質問になってしまうかと思いますが、お受けいたします。中間管理職がリスクテイカーになるためには、企業はどんな組織になるべきなのでしょうか。じゃあこちらは太田さん、お願いいたします。やはり評価が大事だと思うんですね。中間管理職っていうのはその上にもいるわけですから、評価軸を変える、人事評価、人事制度を変えるっていうのが本当に大事で、つつがなく、そつがなく、気が利くっていう中間管理職が出世するような企業であればね、新しいものは出てきませんから、やはりその、たとえ失敗しても新しいことにすごくアンテナを張っていて、新しいものを取り入れようとしているかどうかっていう、そういう評価を、人事評価、きめの細かい人事評価をすることが非常に大事だと思います。それを見てると、後に続く人もやってみようと思いますよね。はい、そうですね。ありがとうございます。あとたくさんご質問もいただいてるし、コメントでカクテルの例え大変わかりやすく面白いですねっていうコメントいただいたり、失敗の質の評価って面白いですねというコメントいただいたり、ありがとうございます。それではまだまだお話もつきませんし、ご質問もたくさん、コメントもたくさんあって読み上げたいんですが、残念ながら終了の時間がやってまいりました。いろいろな場所でイノベーションを育むべく、イノベーションを起こし育むべく検討してらっしゃるすべての皆様に、我々からのエールをお送りして、本日のパネルディスカッションを終了させていただきます。太田さん、三立さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。太田さん、三立さん、村井さん、ありがとうございました。イノベーションのための環境づくり、人材育成についてたくさんのヒントや元気をいただけるメッセージをいただきました。フェニクシーではこれからもこのテーマについて議論を深め、解決案を提案していきたいと考えています。最後まで第3期バーチャルキックオフにお付き合いくださいましてありがとうございました。今日発表したフェローや1期2期フェローの事業進捗、また当社のさまざまな活動を SNS やウェブサイトで発信していきますので、ぜひフォローやお気に入りの登録をお願いします。この動画の概要欄に URL を載せています。どうぞ引き続いてのご支援、ご協力をお願いいたします。本日はご参加いただきありがとうございました。